チャンネルのマスコットキャラクターのロックザウルフでございます。いやーとですね、今回も売名をしたいと思います。いきますよ。今回はなんとあのツイッターで有名になりました拳で抵抗とは言いませんが、原始的にね拳の力を測定する方法を発見した YouTuber がいるみたいなんですね。ではその方のね YouTube の動画を見てみましょう。行ってみよう。どうも、マセキチです。拳の強度を、検査してみました。僕が今から自分の拳の強さを測りたいと思います。測ろうということですね。って言ってもまあ僕そんな特別な器具とかも買ってないし、まあ、どうしようかなって思った結果なんですけども、ここにね、あ、ここに、このカーペットとこの、まあ、薄っぺらい、まあね、これはなんかっていうかポリエチレンっていうかな、これはなんかザラザラ、まあ、それをちょっとここに置いて、ここを何発殴ったら、本気で殴ったら、で僕の拳は痛くなるのかっていうね、もちろん俺らは抵抗するね。それじゃあ、早速やっていきましょう。ここ本気で殴って、何回殴ったら痛くなるのか、まず1回目。よし、これやばいな。舌に響く、大丈夫ですね。はい、ちょっと舌に響くんで、まあいいや。2回目。ああ大丈夫です。3回目。6567891011。俺の拳は無敵だということで見ましたけれども、まあ多分ね、マンションとかアパート、あと木造建築のねお家ではやったら多分クレームきます。僕がやるんだったら拳の強さの測り方か、何がありますかね。例えば測り方かは分かりませんけれども、友達に向かってファルコンパンチとやらをやってみてくださいよ。したら多分何キロか分かると思います。ファルコンパンチという感じでございます。俺の必殺だって備えは足だ、抵抗するで、拳でつって。はい、つまんない動画でーすと。はい、またね、売名のねお手伝いをこれからもさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとですね、そのねプレゼント抽選会の商品は無事届いたとご一報がありましたので、またね次回もプレゼントを考えておりますので、その都度また皆様ご応募よろしくお願いいたします。ではまた。最近忙しいからね、ごめんね。